おいい感じだね。はい、おいいじゃん。1135g。はい、ホームセンターで買ってきたやつ。そう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 。まずはクーラーは、あれだよな、あのタックルベリー中古。中古のホリデーランドクーラー、これで何リッターぐらい？これ55だと思うよ。55リッターぐらい、はい。それで、55で、はい、4000だったの中古で。へえ。普通8000ぐらいじゃん。そうだね。これここの一連のここのこの部分ね、これが、吸い上げる吸い上げるところ、パーツ、すべて。あとこれがこれに、はい、で中にこう止まるわけ。これでここからシャワー、散水用のシャワー、散水シャワーがなる、はい、でこれは排水、はい、排水のところ、と排水の管、これだけあればとりあえず。とまず考えなきゃいけないのは、タイヤがあって水抜きがついていて、はい、こっち側に給水と排水も全部まとめちゃうか。水回りの動きをするのは、全部こっちの排水側にね、はいはい、そうするとこれでタイヤもついてるんだろ、と持ち上げて歩いてる時に、はい、ただそこ桟橋持って歩く時ってのもあるから、そうすると、反対側に給水と、あれがついてる方がいいか、どっちかをまず考えなきゃいけないんだよね。確か一方向につけた方がいいんだよ、ローボートの場合は。そうこっち側で傾ければ全部、水を抜く時にはこっち側に傾けたらザーッと出ていく感じになる。シャワーが入る時にね、蓋こうなってるわけ。まあグローリー使う人も、あの中に飛び出し防止つける人もね、はい、蓋がこっちに開くんだから、シャワーがこっちについてたら不便だろ。はい、シャワーこっちつける。シャワーはこっち、こっちつける。シャワーこっちつけるってことは、こっちに穴を開けて水が入る方を作ると、でこれ普通あの塩ビのパイプ使ってる人多いんだけど、これだとほら、10度あるじゃん、そうすると穴の位置を結構フレキシブルにできるんで、これだとグリグリするじゃん。大概硬い、ね、そうそうそう、棒パイプで穴開けて作るけど、これはこうこういうふうに最終的に作った。ホームセンター探せばそんな感じ。あるある、もうこういうの売ってるから。で、片っか蓋して、穴開けてシャワーだけにするかどうかは、一回水を入れてみてから蓋するかどうか決めると。はい、どれぐらいで排水の方が勝ってないと吸入よりオーバーフローしちゃうんだよ。で、その次、排水。排水は、外にこう。これ切る。切るのね。なんか出っ張りすぎじゃないと。いやいや切る。はい。それそういう方法で。もうこれしかなかったからさ。はい。これ全部あのセットで売ってるわけじゃないから。これ全部それぞれ探してきて。それでこのネジのとここのネジが合うやつようやく見つけて。そうするとこの直径が決まるじゃない。直径が決まってそれにつけるホースってはこれしかなかった。という感じで揃えてる。これは、あの水道工事の。水道工事の。これは電気工事の。電気工事の部品。これは一般的なホース。それはというふうに、いろんな売り場を回ってパーツを集めなきゃいけないよ。そういう頭があって探せば見つけられるからね。なんか全部一箇所のコーナーでちょうどいいのを探そうってなると案外ないからね。で大体水道工事、電気工事、それから、トイレ、トイレ、はい、パーツ、はい、あとは散水ホース、肝心のバスポンプは風呂場コーナーとか。これでバスポンプは風呂場コーナーで、これがね肝があるの、バッテリー 12V じゃん、だから 12V 以上で、はい、今バス風呂用に売ってるのって大体 15V ぐらいなの、DC のね、そうすると 12V より低いやつ、例えば 10V とか、ってのを買っちゃうと、すぐ壊れる。
はい、絶対10、まあ、最マストは12ボルトだから12ボルトを使っていいんだけど、はい、大概ないんで、はい、だから12ボルト以上だといい。15ボルトが大体売ってるやつだ。15ボルトの買ったは動く、うん、動くのとさ、15ボルトがいいのは、定格より、電圧が低いわけだから、はい、機械に優しいバス。ああ、負荷がそんなに全開で、うん、だから機械自体が長持ちするっていうのと、はあはあ、それから12ボルト、15ボルトを使うことによってパワーが落ちると、はい、当然ね、はい、そうするとちょうどいい塩梅になる。あの意外とね、お風呂用のポンプって強力なんだよね。うんうん、すごい速さ、ね、だから前使っ、うん、作ったあのライブウェルの場合は排水が間に合わないんで排水ポンプ2カ所つけたじゃん。そうだね、あれはずっと、まあ、あの夏場とかシーズン、あの温度の高い時ってライブウェル動かしっぱなしするじゃん、はい、そうするとオーバーフロー気味になるじゃん、はい、その時にやっぱり排水2カ所に表した。15ボルトだと若干、15ボルトでそれもちっちゃい方か、うん、大きいのとちっちゃいのっていうのをポンプって、はい、だちっちゃい方、はい、大きい方だともう完璧にオーバーフローする。あー、ちっちゃい方で15ボルトが一番今まで何回も試したじゃん、うん、中では一番いいかなっていう。次工具の設置です、はい、工具これね、大きい丸い穴を開けるの、はい、ホルソーってやつ、ね、ホルソーね、うん、おー、いくらぐらいです？結構高いよね。これはね、680円。そんな680円でホールソンって買えるの？いや、これはあの丸い、そう、まあ柔らかいもの用のやつ600円いいから、はい、うん、今日は使うことかな、はい、直径がいいのね、うん、今日メインで使う穴開けはこっちだと思う。パーフェクト、これで、ね、ここ調整することで直径と違うんですけど、パワーピット、うん、これはちょっと高いよ、これ3000円ぐらいするから、はい、でそれつけれる電気ドリルっていうのは、うん、この鉄板用電気ドリル、それ超強力なやつ、ね、そうそうそう、これは13… コンクリとか打てるやつ、ね、これそうそう、これはいや鉄板ドリルって言って、鉄板ドリル、はい、13ミリの穴が、直径がね、うん、13、まあ木とかは関係ない、鉄板に13ミリのまでの穴が開けれる薄い鉄板ねっていうドリルがあるんですよ、はい、ね、あとこれはハンドルね、はい、これがまずそれと、はい、切れるんだったらこっち側の方が買った、これは9ミリの普通のドリル、うん、まあ一般的にあるドリルね、ドリルピット、はい、それと、金尺、はい、あとノギスね、はいはい、ノギス、はい、これぐらいあれば、まあライブルなんか楽勝で作れるかなっていう、まあ、DIY とか普段からって家にこういうのがあるよって言ったら、まあもう自分で作ったらいいね、いや、でもちょっと自信ない人は、まあ吊るしのよくなんか売ってるやつ買った方がいいんじゃないか。吊るしのやつだと、これだけの工具買って部品集めてクーラー中古で買ってきても、はいはい、吊るしのやつよりは全然安い。ただし手先に自信がないんだったら、うん、もう吊るし買うしかない、うん、でも穴開けてホースつけるだけだからね、まあそうなんだけどね。上の方ですよ、はい、します、うん、これが一式で、はい、で、これ内側でついて、はい、これが締め込むで、うん、で、パッキンが入る、はい、で、貫通して、はい、外側がホース用の部品、そうそうそう、これで、はい、きっちり締めれば両方、はい、きっちり止まるんで、はい、これでが、まずそして中でこういうふうに、はい、これが、注入口と意識完結時代わけ、はい、でじゃあ穴開けていくかな、直径が22ミリ、うん、
ね、22mm。じゃあまずは導きの穴を開ける。そうそう、はい、給水側のね、うん、細い系で、いくよ。はい、何ミリぐらいので今？これ3.5ミリ。あ、細いので。うん、で強力な。うん、はい。はい。いくよ。はい。あ、ピット5。綺麗な穴開いて、で、なんか発泡なんだね。そうだよ、発泡素材がこの発泡スチロールっていうかあって、あー結構深いんだね。深いっていうかその厚い、思ったより。まあこれにこういうパワーピットを使うことによって綺麗な穴が開きました。ぴったしだね。あー、ぴったしだね。排水の穴、はい、給水より下の位置で、要は水面の汽水を出したい位置ってことだよね。そうそうそう、クーラーの中でそれ以上水がいかない、うん、そう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 。だからこの一番、まあ排水だとこう確実にこちら、ね、はい、下にしなきゃ、下に、はい、36mm、はい、よく押さえといてよ。いい？はい。開けました。瞬殺です。おーし。またピッタシ。お、逆にほらこう来た。ほら、あー、ここだよね。ここが工具がね、こういう専用のがないとなかなか。ボーボー開かないで。うん、はい。綺麗に開きましたと。はい、ということで。おい。もうこれができた、あとは組み立っていくだけだからね。ホースの部品よりも、これワンタッチしといた方がいいです。あ、うん、ワンタッチ式のやつを買って、で、それでカチャッとつけて、で、その先に吸い込みのビルジー。そうするとこれワンタッチ。で、クーラーの中にパッとしまえる。うん、逆にね、これワンタッチしとくだろう。はい。そうすると、ビルジーポンプでも簡単に使える。はいはい。ひっくり返して。はい。で、はい、これが、ここ、ヘッディ。こうずっと固定しちゃうと、あと片付けるときも大変ね。だからもう、ね、ここはこれするのが必須ポイント、ポイント、はい、これがつけれるです。これをここにつける道具ってのがない、うん、でそれが今のこの
オスオスの継ぎ手なんだけど、うん、これはそれどこコーナーに売ってるんですか。これ水道の部品、この部品が今回の肝。そう、それ一番肝、水道工事のオスとオスの部品。そう、でこのここのネジ穴に合わなきゃいけないから、これが絶妙にこっち側もいけるし、反対側のこっちのパーツにも、この厚さ、厚さ案外ないんだよね。ホームセンターぐるぐる回ってどこコーナーに行けばいいかなって、まあ、水道コーナーに行くとこういう便利なね、オスメスがうまいことつけられるパーツがあるようなので、ぜひ探索してみてください。探した探したこれ。こう入る。入る。はい。で、外にこれがついて、はい。で、これがワンタッチで、あ、その先にビルジポンプがついてるよ。で、それでこれが今回の割と次の目玉ね。ほら、フレキシブルだから。はい。で、ここはね、ネジ止めするのやめようと思ってんの。はあ、はあはあ、なんでかって言ったら、もう空来これじゃ穴開けたくないんでね。だから、ここはもう、あの両面テープで。まあ、協力両面でつけるにとどめると、うんうん。だってこんなの外れたらこうなるだけだから。はい。まあ、最初に綺麗に。それで、あとこのホースに穴を一回開けると。はい。それで完成です。はい。はい。こういう感じ。うん。ということで、はい、完成っていうことで、水回りの接合地点が、うん、はい、中にあるバスコートっていうね、あの防水用のシールド あの粘着剤があるんで、それをコーキングして、はい、あのうちが発泡スチロール入ってるでしょ、うん、そっちに水があの吸い込まれないように全部処理しました。はい。でパイプもちょっと長くなって、そうそう、シャワーを前面に回した方がいいだろう。はい。ちょっとパワーアップして。はい。で、これもワンタッチ。これ。だから、しまえる。あえて上は止めてない。うん。そうすると、これ、しまうとき楽でしょ、こう。あ、部品を。部品。あ、だからまあクーラーとして使いたいなって時もギリギリクーラーとしても使えるよね。あの、もうガムテープをペッペッと貼れば本番仕様で組み上げて、これでいいですか。それでまずあの中のパイプね、でスイッチを変えて、スイッチはあの防水だからビニール袋を入れて、うん、オンオフにしてバッテリーにつなぐように先端はそうやって、あとスイッチがつけた、ね、はい、排水は太めで、
完成。はい、これで完成ですね。ちょっとお風呂場実験場で 12V 使用で。はい、じゃあお願いします。一回見に来なかったよ。はい、三本。はい。1135グラム。はい。じゃあお写真も。